N ユニ寄せと宇田です。はい、こんにちは。今日はいい天気です。いい天気やな。いやですね、まあちょっとライブの開催に関してですね、もういろんな、あのバンドさんと同じく僕らも非常に悩みがもう毎日いろんな状況が変わって、そうどうしたらいいんだと気持ちがあっち行ってこっち行ったりね、してしまいますね。これはもういろんなニュースが飛び交っていて、だって俺が宇田に言う話も昨日と一昨日で全然違うもんな。変わるから、誰もだって経験したことないことがほんま起こってるから今まさに、はい、それは変わるよやっぱ日々、でも俺はもともと変わるんやな。いいけどってお前よう言うよな。そうやな、そうや な、そのつもりでおったら、あ、違うの違かったな、俺が悪かったらごめんなみたいな。まあそんな NA なんですけど、はい、まあ昨日の時点でちょっと、ライブハウスで、新型コロナの、そうですね、感染の方が、発生したということで、またちょっと実は昨日の夜以降で我々ミュージシャン業界とかライブハウス業界もまたかなり変わってて、どうなるか日々変わっていくと思うんですけど、今現時点での NA がどう思ってるかをちょっと正確に伝えたいなと思って、でそれには文章やともう硬くなるし、もともと俺らあの文章があんま好きじゃないよね。だからこの温度感が伝わる動画にしようということで、はい、今カリフォルニアから撮影してる。そうですね。ね、川、カリフォルニアの川はこんな感じなんですね。そう、まあまあ汚いなんですけど、はい、まず基本的には僕らはやっぱりライブを呼ばれたライブに関しては主催の方の意思を尊重したいと思っているので、はいはい、主催の方がライブを決行しますと、やりますと、開催しますという時には僕らもその、思いに応えたいなと、今時点では思ってます。はい、はい、そうですね、気持ちをできるだけ寄り添ってですね、一緒に行動できたらなとは思ってます。はいはい、そして今度僕ら主催のものに関しては、前日のお昼までに決めたいなと思ってます。そうですね、はい、開催するかどうかを、そういうわけでこう、日々状況が変わる、中なので、はい、ちょっと今かなり先のものを現時点でどんどん決めて決めてっていうことがなかなかできない、ね、正直できないので、ちょっと僕らとしては前日のお昼ぐらいに開催できるかどうかを、はい、まあ、あのライブハウス会場とご相談して決めていきたいなと、はい、でただ、まあ、僕らが遠征するものもあるじゃないですか、そうですね、これから来てもらったりとか、ね、そうで僕らがこっちでライブやるときに常に遠征して来てくれる人もいるわけ で、もうね、その旅費のこととかもう本当にリアルな問題がみんなに発生してきてしまうので、はい、あのそれに関しては、もうちょっと事前にこういう状況やからやっぱりちょっとやめようっていうキャンセル判断される際にはチケットに関しては僕らあのキャンセル全然いつでも受け止まりますので、もう遠慮なくご連絡いただければと、そうですね、思ってます。info@にわせうだ .com、はい、本当にお気軽に来てくれたらいいので、はい、そこはもうお任せしたいです、マジで。そこはなんていうかな、行きたいと思ってもらえる気持ちはめちゃくちゃ嬉しいし、そういう人たちに変わらず音楽を届けたいという思いで、いろいろ決めているので、そこは変わらない気持ちなんですけど、とはいえな、不安が本当に広がってる今なので、そこはもう判断してもらって大丈夫なので、はいはい、その時は言ってください、言ってください、うん。でまあ、俺らもだから次ね、大阪とかさ、関西ツアーとかがこれからあるんやけど、それをどのタイミングで判断、ね、できるかっていうのは、そうですね、そう、もしかしたらもっと事前に判断になるかもしれへんし、まあ、本当その辺はちょっと流動的ではありますが、一番大事なのは、その瞬間瞬間でこういう風にしようと思ってますっていうのを発信することかなっていうのはちょっと、2人あとチームで話して思ってる次第なので、ということで今回は動画でお伝えできればと思って、はい、このロサンゼルスがロサンゼルスのカーカー言うんやね、カラスだよね、いますね。ロサンゼルス東横にあるんやね今カメラ東横に行ったやろ、明らかに
結構ね、世界的になってるね。漢字で書くんですね。漢字で書く。漢字、あの、外国の方好きやから。ここに例えて洗濯機って入れたりする人いるぐらいやから。ね、まあ、そんな感じで。こんな感じで僕ら今、元気なので、はい、元気でやってますんで、はい、また、会場、そしてまた、動画というかね、そういう配信とかもあるかもしれないので、含めて会えたらと思ってます。はい。はい、皆さんも、体気をつけて。そう、お互い気をつけましょうね。みんな、あの、結構メッセージくれてて、今瀬さんも宇田さんも気をつけてくださいねって、本当にありがとうございます。ね、気をつけますんで、みんなも、あの、お互い気をつけて、音楽で、笑顔な日々に。いや、ほんま、ソングフォースマイルです。ね。ソングフォースマイル。ソングフォースマイル。元気です。Song for smile Song for smile 何かあったら呼び出してくれあの頃のように夜中でもいいよお前が歌うちょっと俺が思ってるより遅かったもっと早く来ると思った結構恥ずかしかった実際ロサンゼルスということで、はい、ニューでした。ありがとうございました。